まずは最初に登場します、川崎県1番松倉直人選手、盛大な拍手でお迎えください。続いての登場、川崎県2番村井正幸選手。続いて登場、川崎県3番福岡新選手。続いて登場します、川崎県4番渡辺直樹選手。続いて登場するのは川崎県5番石岡隼人選手。はい、ひときわ歓声高くなりました。さあ続いての登場、川崎県6番北澤秀夫選手。続いて登場します、川崎県7番国友俊樹選手。また歓声が上がりましたね。続いての登場、川崎県8番坂本大輔選手。続いて登場します、川崎県9番遠藤和樹選手。最後の登場、川崎県10番徳留裕二選手。以上によって行われます、今年のこの12分の1電動レーシングカーチャンピオンの座、ここで決まるか、それとも3ラウンド目までもつれ込むか、注目の第2ラウンド、まもなくコースオープンとなります。